宗教、中国共産党は4月23日の海軍記念日を前に空母遼寧をテーマとしたプロパガンダ映画を公開しました。この映画はロシアのミサイル巡洋艦モスクワの沈没や戦闘機スホイ35が墜落したロシア・ウクライナ戦争と重なります。中共の空母と戦闘機はソ連の軍事技術から来ており、中共軍はロシア軍の失敗を繰り返すのではないかと注目を集めています。中共海軍は22日、空母遼寧の宣伝映像を公開して、近い将来、国産空母2隻目の003型が推進することを示唆し、新たに就役した055型駆逐艦、安山、無釈、延安の3隻が訓練を開始すると発表しました。遼寧は中共初の航空母艦ですが、旧ソ連設計でソ連崩壊後にウクライナから購入した未完成空母バリアグを改造したものです。しかし現在は中共海軍の重要資産の一つとなっています。4月4日、イギリスの軍事週刊誌は、ロシア空母のエース戦闘機スホイ35がウクライナ第2の都市ハルキウ近郊で墜落したと報じました。その後、ロシア海軍の黒海艦隊の旗艦であるミサイル巡洋艦モスクワがウクライナの対艦ミサイルネプチューンで撃沈されました。2月24日のロシアのウクライナ侵攻から今までの戦況を推察すると、ロシア軍は決して強いとは言えません。4月20日付の日経アジアレビューに掲載された記事で、ベテランジャーナリストの中澤克二氏は、北京はロシア軍の弱さにショックを受けたであろうと指摘しました。また、ボイスオブアメリカは、ロシア兵器の致命的な欠点とは何かとした次のような記事を出しました。中共軍の空母、遼寧や主力戦闘機の多くは、旧ソ連の軍艦や航空機をベースにして改良したもので、これらは戦闘に耐えられないレベルでしょう。カナダの軍事雑誌、緩和防務評論の創設者兼編集長であるピンコフ氏は、ボイスオブアメリカのインタビューで、レプリカはオリジナルを超えることはないと前置きし、遼寧は現代の戦闘には適さない研究船であり、アメリカの空母と同じレベルではないと述べました。アメリカは11隻の空母と80年の作戦経験、そして最新戦闘機 F-35 を保有しています。ピンコフ氏は、中共の艦載戦闘機は、クラスも世代もアメリカに追いついていない。これ一つだけでも中共軍の技術問題の深刻さが伺えると指摘しました。ピンコフ氏は J15 は戦闘中の航空機燃料、弾薬などの容量がいずれも厳しく制限される過渡期の一時的運用とされる空母艦載戦闘機であると述べています。また空母の遼寧やらバリアグやらクズネツフやらまたミサイル巡洋艦のスラバはその外観からもわかるように、すべてウクライナのムイコラウ造船所で建造されたものです。2005年に大連を訪れ、まだ改装中だったバリアーグを見たピンコフ氏は、溶接作業やあらゆる面で粗末だった。バカでかい、簡単に言えば典型的なソ連式発想だ。まず物があって内容は後で考えるやり方だ、と語りました。ピンコフ氏は、この遼寧は現代の戦闘には全く不向きだと指摘し、次のように語りました。特にアメリカ海軍の空母と比較して、これ以上説明する必要は全くない。だから、遼寧の位置づけは非常に明確で、科学研究船である。21世紀になって、中共は遼寧のリバースエンジニアリング版3トンも作った。内部の船室は最適化されても、全体の配置や特徴、戦闘での使い方は30年前の1970年代、ソ連のサンクトペテルブルクにあるスホイ設計局で設計されたものと同じだ。しかしピンコフ氏によれば、中共は近年、電子偵察機や電子妨害機を大量に開発し、この分野で一定の成果を上げているようで、新たに公開された J16D は台湾海峡でのスパイ活動が目撃されています。中共軍機は最近、台湾南東海岸での嫌がらせを強めています。ピンコフ氏は、彼らの主な任務は、台湾の地上レーダーの具体的な位置を発見して、その後、J16 の対レーダーミサイルで、これらの地上レーダーを攻撃し、さらには台湾の早期警戒機 F16 戦闘機などを攻撃することである、と語りました。ロシア軍がウクライナ侵攻で大打撃を受けていることは、何か啓示を示しているのでしょうか。ピンコフ氏によれば、中共の習近平指導部は台湾への攻撃戦略を確実に再検討、再考するでしょう。また、ジャーナリストの中澤氏は、北京が今回の戦争の後に台湾への武力行使を決めた場合、中共軍初の空母、遼寧は戦うには弱すぎて参戦不可と判断される可能性があると指摘しました。ピンコフ氏は、人々は中共軍を過大評価すべきではないとし、中共が上海で行った感染拡大の対策を見ると、彼らは科学に従って厳しい事実に対処したのではなく、政治的決断と政治家の個人的野心によって対処する。その中共の考えは相変わらず変わっていない。また中共は、新型コロナウイルスの感染対策問題などにより、国内圧力が強まることで、台湾問題の解決にこれまで以上に積極的になるだろうと語りました。その上で具体的戦術の応用として、彼らは調整すると思う。そうでなければ、彼らのスパイは世界中の専門家の意見、最新の情報、あらゆる分析、状況などを活発に収集する必要はないだろう、とピンコフ氏は語りました。一方、ピンコフ氏は次のようにも述べました。一旦戦闘が始まれば、完全なシステムによる対決になるだろう。制空権を獲得するために、055型駆逐艦 J35 が出動し、そして多くの電子妨害を行う。また、弾道ミサイルを使うなどして台湾の軍事基地を破壊するだろう。しかし、あえて言いたいのは、中共が考えているようには、物事は進まないということだ。なぜなら、台湾には非常に強力な空軍があり、アメリカもあらゆる情報支援を行う可能性が高いからだ。ピンコフ氏によれば、アメリカをはじめとする西側諸国が台湾に情報支援を行う可能性は非常に高く、アメリカ軍駐留の可能性と相まって、現代戦における軍事情報の役割は極めて重要です。そうなれば、中共軍が台湾を武力で攻撃することはかなり難しくなります。ピンコフ氏は次のように述べました。情報サポートはかなり重要だ。これら軍事技術の対決は、台湾海峡での戦闘の行方を左右しかねない。そして、アメリカ海軍や空軍がこの戦闘に参加する可能性もある。また、参戦するとは必ずしも直接ミサイル攻撃をするわけではない。アメリカ軍は電子戦システムを利用して中共軍に台湾の水上艦やアメリカ軍の空母が見えないようにする。それは十分にあり得ることだ。